しいんでね、これで誰でしょうって感じでね、いつもこれ実はいつもの流れなんですけど。We doing this all the time, guys. これでね、当ててもらってるんですよ。じゃあちょっとね、海外に行く、これ分かったかな？これ誰かな？これちょっと頭見えてます。じゃあ当ててくれるかな？あー、これ間違ってますね。え、めっちゃ可愛いじゃん。これあのまあちょっと確かにちょっとまあ、うん、まあ間違えちゃう可能性あり、今誰ですかこれ。あの、まあ、ちょっと見たことある感じ、まあまあ、まあ、あの私はわしいないやんけ。蚊帳の外だ、ここちゃん、蚊帳の外に置いてないか。コロンね、先輩でもない、誰だ、確かに誰ですか、これもちょっとなんか知らない人ですね。でもなんかココちゃんの髪型、うん、僕似合いそうな感じしない？結構似合ってますよ、バンギャーバンギャーおかゆ、バンギャーだよね。おかゆ先輩、これあの She's good in orange hair。 オレンジヘア意外と合うのではね、似合ってるよね、うん、コロナ先輩もこれ合ってますよね、この髪色と、うん、合ってるまあでもちょっと違うんですね。確かに惜しかった。You guys didn't get it. Next meme! おあ、これは Can you be my wife? 私のワイフになってくれませんか。おかゆ先輩、ワイフってご存知ですか。奥さん、そうなんです。でも海外に行けばワイフって意味で使うときは実はね、うん、ワイフとワイフは違うんですよ。ワイフは普通の奥さんなんですけど、ワイフ、うん、when it comes to ワイフ、これはね、うん、あのまあワイフっていうのはまあなんていうか、うーん、なんていうか、なんていうか、まぁ、あ、ちょっとエロ、うん、エロ、うん、なんていうか、まぁ、あ、何何エロいというか、ちょっと、まぁ、あ、あの、しこり許可というか、まぁ、あ、そういう、なるほど、感じになった、まぁ、あ、二次嫁、なんていうか、しこり許可 OK の、な、しこり許可 OK って。まぁ、OK じゃないですけど、まぁ、あ、まぁ、あ、そういう、あ、失礼しました、まだお昼でしたね。Can you be my wife? まあ、フラッキパイさんはね、ワイフ作らない、ワイフ NG なんでね。フレンド、フレンド、友達だよってね、断っちゃうんですが。ペコラ先輩、Can you be my wife? ペコラ is idol, so can't get married. ペコラはアイドルなんで結婚できないんです。OK。まあ、平然装ってますけど、裏で泣いてますね、このおじさん。泣いてる。そして、あ、船長、Can you be my wife? Captain only 17 years old! 船長はまだ17歳だよ。OK, but you should be 40 years old. あ、わかった。でも、40歳ですよね。ちょっとそこまで言ってないと思うんですけど、まあまあまあ、一説にはね、17歳4週目と言われてるんでね。そうですね。まあまあまあ。なるほどね。40? そして、コロネ先輩。Can you be my wife?、うん、yes, I'm everyone's wife.、いいよ、私みんなのワイフ。イェーイって、これコロネ好きだと仲良くしてますね。ぽいっすね。まあ確かに。Yes, he kinda like that. Said, okay, you Python. そしてさらに、まだ続くんですね、このミーム。お、なんか違うの出てきた。まだまだ。Can you be my wife?ワイフになってくれますか。ワイフ、あ、What's wife? これ、グラちゃん。え、ワイフって何。へへ、Don't play dumb. わかってんだろと言いながらね、ちょっと FBI に突っ込まれてますね。まあ、グラちゃんロリですからね。FBI ですよ。そうだよ。これ実は、おかゆパーセン、海外っていうのは、ロリに非常に厳しいんですよ。なのでね、日本はね、ちょっとちっちゃい子にウフフってしても大丈夫なんですけど、平気でね、海外でした、ちっちゃい子にオンライン上でウフフした瞬間にね、家のドア蹴破ってね、FBI 入ってくること本当にあるんですよね。なえ、そうなんだ。いえ、FBI! なるほど。あるんですね。なんか気をつけてくださいね。わかりました。そして、If I can give you $10,000, can you be my wife?金渡したらワイフになってくれるかい。No. 断られとるやんけ、しかも。断られてんね。延長交際やめてくださいね。
の字。そして、あ、これおかゆパイセンですね。おかゆパイセン、 Can you be my wife? あ、これ普通にワイフですね、今回。これ本当に奥さん。これなんだ、こうおかゆパイセンはお前らしこり大将じゃねえのかよ、畜生。純粋な目で見やがって、おかゆパイセンだけいい目で見られやがって。しこり大将じゃなかった。しこ許可なんですか。しこ許可。猫またおかずです。猫またおかず。あー、これ英語に訳すの超難しい。超難しい。頑張って、ココちゃん頑張って。シーザーシーザー、猫また猫また、うん、おかずのうまく言えない、この状態。ダジャレだからね、これ難しいね。難しい。確かに難しい。イアントランスレーターニキ、help me with this。 これトランスレートしてくれるニキがきっといるはず。愛も猫またおかず、おかず equals a material for masturbation。 やめろ。マスターベーションのマテリアルやめろ。まったく。Can you be my wife? OK。 あ、スーパーオッケーしてますね、気軽に。ああですが、あLet's get divorced。 おかゆ、おかゆ、離婚しましょう。 But why? なんで。Trust me, someone threatened me。 実は、誰かに脅されてて。頭へこむまで殴られてますね。ベコベコだ。ボッコボコ、ベコベコなじゃないですよ、先輩。深刻ですよ、これ海外に。これ深刻だ。半分以上なくなってるね。バーンクって。これはちょっと、これは仕方ないですね、離婚やもなしですね。かわいそうに。かわいそうですが、ケニャンピーマイ、これ逆じゃねえか、ことお姉ちゃんが聞いてる。Can you be my husband? ね、お前ら全員私の husband、 夫になってくんない？ Of course、 もちろん。イエーイ、たくさんたくさん husband、 たくさん夫がいるぜ、イエーイ。なんでねねちゃんだけ逆なんだ。いや、ねねちゃんは実はね、配信の中でね、たくさんの求婚を受けてね、その際にね、まあ、おかゆ先輩は基本ね、うん、お断り、応募お断りみたいですけど、ねねちゃんはね、はい、じゃあお前夫ナンバー615ねみたいな感じでね。すげえ。どんどん増やしてるらしいんですね。シーズンナンバーに。なるほどね。ノリが軽いんですね、やっぱ。なるほどなるほど。このライブ既婚者多いな。Looks like Hololive girls are all married now! いやでも、まあ、おかゆ先輩はね、離婚したっぽいんでね、シングルで。確かにね、顔半分なくなっちゃったからね。半分なくなりますから、仕方ないですね。かわいそうに。かわいそう。Poor fans! それでは、Next meme! キリュウ、ココ、アス、ホール。Oh no! I mean asshole to her! 本日より私、おかゆ先輩のクソ野郎とならさせていただきました。よろしくお願いいたします。Thank you for watching.